ももなちゃんがセンター、この並びがもうかっこいいというか、精鋭部隊たちじゃないですけれども、こういう世界観がこれから見れるようになるって思うとすごい楽しみですよね。高評価ボタンもぜひぜひよろしくお願いいたします。今回ですね、ミーアイさんたちからリープハイ、明日へ目いっぱいということで、こちらダンスプラクティス11人バージョンということで見ていきたいと思います。ついにやってまいりました、ミーアイさんたちの初めてのダンスプラクティス映像なのではないかなというところでございます。これでミーアイさんたちのですね、ダンスの、まあ、総合力というところが見えてくるというところでもございますので、ちょっと緊張しております。一番最初は著作権の関係ございますので、音はこちらで聞かせていただいてというところになりますね。ご了承くださいませ。それでは行ってみたいと思います。レッツラーゴーツ。あ、ここのスタジオは XG さんたちもよく使ってるところや。はぁ、あ、はぁ、あはぁ、すごいね、エリノンちゃんは。さすがですね、ランちゃん。素晴らしい。圧巻ですね、すごいですね。11人のダンスってやっぱ、すごいですね。大所帯のグループさんだからこその展開力もありますし、あとは迫力と、そこに対してのもう一つその精密さと、ちょっとその揃えるところですよね。テクニックの部分と、空気感というか世界観の作り方みたいなところが本当になんかこう伝わってきますね、いろいろと。ももなちゃんがセンター、この並びがもうかっこいいというか、精鋭部隊たちじゃないですけれども、ワクワクしますよね、なんかね。今の段階では、もちろん絶対そうなんですけども、少し、初々しさがあるんですよね。ここの回すところとか、もう、豪華手がだって、22本がこう一緒に、一斉に回るわけですもんね。しっかり、オーディション番組の中で踊ってきたっていう、自負も、込められている内容だなというふうに思いますし、一番踊ってきてるんですっていうプライドみたいなものもしっかり感じられて、プラスデビューメンバーとしてまたこの曲を踊るんだというところへのもう一個リープハイというその作品を上に引き上げていくぞっていう意気込みも感じられる作品になってますね、これはね。やばくない？パパッ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 、その速さある？その速さって人出せるの？っていう速度ですよね、これね。ランちゃんが真ん中に来た時の皆さんがもう一個ギアを上げてる感じがすごいですね。心なしか足音もちょっと大きく聞こえてくるという、これだよねって感じですよね。だからこういう世界観がこれから見れるようになるって思うとすごい楽しみですよね。なんかミーアイさんたちの作品、世界観思いっきり振っちゃっていいと思うんですよね。それぐらいなんかメンバーの方たちのキャラが濃くて、どこに思いっきりこう広げていっても絶対にそこに適任がいるというか、それぞれの強みが全部生きる曲が出来上がるんじゃないかなっていうふうに思いますね。ぜひ作曲家さんたちにはリープハイの皆さんのそのダンスとか、あとモーナちゃんのこのセンターの雰囲気だったりとかを見ていただきつつ、あとそのランちゃんのダンスブレイクだったりとか、こういう方たちがいるんだっていうところでちょっと音圧を高めるというか、かたやすごいドラマチックなものはもう思いっきりドラマチックに振っていただくとか、そういうオーダーの仕方というかができるグループさんなんじゃないかなっていうふうに思いますね。さらーっとやってるけど、下に一瞬スッて入るタイミングに合わせて頭をクッて上げてくるって回っていくところの滑らかさとかね、こういうところスキルですよね。はい、ということで非常に楽しみなグループさんなんだなっていうところは見ていて改めて感じましたし、とにかくこのリープハイという曲をこのタイミングでまたダンスプラクティス映像として出していただいて、この11人で羽ばたいていくんですっていう意思表明みたいなものも見えたんじゃないかなというふうに思ってるところでございます。楽しみですね。これはシンプルに11人でダンスを作っていくっていう、そのしかもガールズグループさんたちで、これは
やっぱりワクワクしますね。すごくドラマチックな構成だったりとか振り付けっていうものがこれからどん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 増えてくるんじゃないかなというふうにも思いますし、思いっきりね出し切っていただきたいなというふうに思っているところでございますので、2024年4月ですかね、楽しみにしていきたいと思います。ということで皆様の感想もぜひぜひ下の方のコメント欄からいただけたらと思います。よろしくお願いします。現場から以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、つい。